はい、どうも、いつもね、動画を本当にご視聴いただいてありがとうございます。おっちゃんもね、YouTube をまあ一生懸命上げ出しても3年が超えて3年半になろうかなと思ってます。それでね、毎日毎日ね、ゆるい動画をアップしてます。それで今日はね、ちょっとお知らせがあるんですよ。それはね、何のお知らせかといったら、もうすぐ5月のゴールデンウィーク連休が始まると思うんですけど、そこでね、私今年のね、昨年まではそうでなかったんですけど、今年のねこの連休はね、この場所やっとね、皆様と交流できるようなね場所ができてきました。それでね、もしよかったらね、皆さんここにね遊びに来てもらおうと思ってね、今日の動画を撮ってます。それでこの場所はね、メインはラジコンのサーキットなんですけど、それでね、皆様と交流のできる場所、まあこういう風な机とかを並べて、ちょっと簡単な DIY まで、完成しました。それでね、この場所はね、月曜日はねちょっと定休日で休みなんで、月曜日が確か5月の1日かな。それ以外はね、もう私ここで朝の朝の10時ぐらいはちょっと店の方に入ってるんですけど、だいたい朝の 10時から、まあ、店の方もしくは こちらで、それで昼はね、休憩時間がね、だいたい私がこうスタッフが少ないものでね、こうじゅんぐるじゅんぐるに昼休憩を取ってるんです。んで私がだいたいね、1時から2時半ぐらいまでの、その間はね、ちょっとお昼休憩に出抜けたりしますので、それ以外はね、だいたいこちらでね、ぼーっとラジコンを楽しんだり、まあこちらでね、まあいろいろワイワイ、車磨いたりバイク磨いたり、やってますのでね、ぜひ皆さん来ていただいたらと。それでね、今回息子がね、泡洗車をね、するようになって、ちょっと修行してきてね、それでね、SNS とかにアップしてたらすごいね、皆さんから「それすごいな」とか「それやっていただけるんですか」とかね、まあ、そういうお声をいただいたんですよ。それでね、今回ね、この5月の連休とか、その期間とかはね、この泡洗車をね、皆さん来ていただいて、希望があれば泡洗車をやろう、来てくれた車とかバイクにね、希望があればやろうかなと思ってます。それでね、これね、この泡洗車のね、溶剤とか息子がねちょっと買ってるので、これはねちょっと有料でね、有料って言ったんで、もうこんな高くない、もう溶剤代ぐらいでね、じゃーっとやって、それであとは完璧にね、例えば洗ってって言ったら、まあ息子は洗いのプロなんでね、きちっと仕上げるはできるんですけど、まあね、皆さんタオルとかお貸ししますので、泡洗車の後こう水とか流しますんでね、拭き取りさえしていただいたら、もう本当溶剤のね、価格みたいな感じでね、させていただきますので、なんかめちゃくちゃね、これ商売の話しているみたいでね、ちょっと私のね、これに合わないんですけどね、まあそんな感じでね、泡洗車もね、もし、希望があれば、もう SNS の方からもうたくさんね、連絡いただいたんでね、それもね、この5月の連休はね、皆様来ていただいたら、泡洗車希望の方にはしようかなと思ってます。それとね、当日なんですけど、当日はね、車はね、まだ何を展示するかは決めてないんですけど、ミニとね、スバル360、これはもう確定で、ここに、展示しようと思ってます。あと、86とサニトラと、ちょっと今回はね、こう旧車が並んできてるのでね、旧車で行こうかなと、NSX 持ってくるか、ロードスター持ってくるかは、希望があればね、コッペンちゃん持ってきたりとかね、バイクはね、ちょっとね、一応モンキーとか、このフォーミニーとかはね、店の方にも置いてますんでね、こっちの方持ってきてもいいかなと思ってます。それでまだちょっとね、どんなイベントするかっていうのはね、全く考えてない。イベントっていうかね、基本こちらは皆様と、たまれる場所をコンセプトに、今回
4月にね息子と頑張ってしました。それでねもしね本当ね、徳島の方また四国にね、ツーリングとか来られる方がおられましたらね、あのツーリングの中休みここね、徳島県の県南のね阿南市というところなんでね、まあ休憩場所に使っていただいてね、で休憩できたらまたここから出て行ってもらうとか、もうそれでも全然ありなんでね、もしよかったら皆さん遊びに来てください。それでね、その時にね、まああのいつもこのカメラとか持ってるんでね、もしあの撮影、一緒にね OK っていう人はね一緒にねあのこの V サインでもしながらね、一緒にこう撮影とかそういうも交流ができたらね、めちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。だからここはね本当にねあの皆さんと今まで交流ができなかった私の YouTube はね、もうそれでね、いろんな方におっちゃんどこ行ったら会えるんですかとか、店に行ったけどおらんかったとかね、そういうあの声をいただいてね、この連休はね、こちらの方で、まあ、あ の, のんびりね、楽しんでますので、もしね、まあ、こんなおっさんに興味のある人は少ないと思うんですけどね、もしツーリングとか、まあそう四国とか徳島の観光に来られた方はね、ぜひ、お立ち寄りください。そしたら、だいたいさっき言ってたあの時間以外はね、だいたいここで息子と一緒にね、うじゃうじゃうじゃう、多分バイクか車2人で磨くか、あともうラジコンをね、ピューっと走らせたりね、そんな感じでいます。それでラジコンなんですけどね、一応ね、まあこの1時間2時間がっつりしてもらうっていうのはちょっと無理とは思うんですけどね、デモカー的なものもね、まあ来ていただいた方にね、ちょっとこう遊べるようなもう作れたらいいかなと。これねちょっと時間がギリギリなんでね、まだできるかどうかわからないんですけど、まあまあそれもね、一応予定してます。それでこのね本当にね5月の連休、もしね、徳島県内の方も当然ですよ、あの行くところなかったら遊びに来てください。このおっちゃんおります。それとかね、あと T シャツとかね、たくさん皆さんに本当にね、あの応募1万人の時もね応募いただいたり、それからともね、何人かの方購入しに来ていただきました。それでね一応 T シャツもね、新作作ってます。このキテガレージのねこのちっちゃいやつと、それとこの大きいやつ、前、後ろはねもうみんな同じで、この形なんですけど、前のねこのちっちゃいバージョンと大きいバージョンとね、これねちょっとだけ作ってます。これね数めちゃくちゃ作ってないんですよ。それでね、ちょっとだけ作ってますのでね、もしね、希望のある方はね早めに来ていただいたらね、少量ですけど置いてますのでね、あのサイズはね私は着てるのがこれ M サイズ着てるんですけど、 M と L をね、置いてます。もしね、ご希望の方がありましたら、あの長袖と半袖と置いてますので、またそれも 見に来てやってください。あの皆さんまあ、私たちが使ってるやつがね、本当にねすごくいいなと思ったんでね、それもね、こちら のショーケースに、並べてます。これはね、もしよかったら、必要な方いたらね、こちらもご用意してますのでね、また見に来てやってください。そんな感じでね今日の動画はね、おっちゃんまたこの新しく皆さんとこの交流のモデル場所ができましたのでね、5月の連休もしね、予定がなかったらね遊びに来てやってください。まあおっちゃんですけどね、おっちゃんここでね、うだ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 ね5月の連休は皆さんと楽しもうかなと思ってます。それでね、その時に一緒にねこうやって記念撮影とかね、また私の YouTube にね、載せていいよとか、載せたいとかいうね、車とかバイクあったらね、ぜひお声掛けしてください。そしたらここでねこう撮影してね、また私の YouTube に、掲載させていただきたいと思います。というわけでね、今日の動画はね、5月の連休のね、まあ私の行動、もう私はずっとここでいますのでね、それをね、お伝えしたくて、それで皆さんにね、交流ができたらと思ってね、今日の動画を撮りました。いかがでしたでしょうか。もしよかったらグッドボタンお願いします。それでね、またチャンネル登録していただいて、これからの情報もね、またお見逃しなくっていうことでね、見ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。またねこれからはねまた単車オートバイ、最近ねあんまり、オートバイのね、ネタがなかったんでね、またねオートバイも CB400 フォアとかゼファーとか撮影していきます。というわけで、今日はね、私の5月の連休の過ごし方でした。ではまたお会いしましょう。さよなら。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。